バッテリー残量は はい、どうも皆さんこんにちは、薩摩です。今回ですけども、はい、この園地、この園地はですね、整理落下で花が落ちてしまって実があまり取れなくなったハウスですね。で、収穫終わって今剪定をしている状態です。で、ここのハウスはですね、種子をあまり立てないやり方で剪定をしています。他のハウスはね、しっかりこう種子が立ってるんですけども、なるべく横に広げてあげて、横にね広げるとですね、収量が増えるんじゃないかなと思いまして、ちょっと支柱を立てて、その種子を立てるのをやめてですね、横に広げることをですね前提に剪定をですねしているところです。今こうやって棒がねいくつか立ってるかと思うんですけども、これ支柱ですね。で、最初どうしようかなと迷ったんですけども、とりあえず棒を配るだけ配って、適当に結びつけてるだけです。これ、まあ、結局はこれ使わないということになります。そういう剪定をしだして今3年目なんですけども、横幅がね結構広いです。で、縦があんまり伸びてない。今自分のここは目線の高さですね。で、まあ、収穫終わってすぐ、速攻性肥料をやりまして、6日後ぐらいですかねから、剪定に入っていきます。で、この剪定のやり方なんですけども、こういうね、有用化が落ちた後ですね、これは。豆葉。もう小さい葉っぱがいっぱいあるやつ。こういうやつをですね、落として、いい芽をですね、出していきます。多分このままだったら、小さい芽から花が来てしまうと思うんですけども、なるべく芽を出すために、こういう有用化が落ちた後ですよね、これ。を切っていく。でさらにはこういうふうにね、何本でも同じところから枝が出てるやつは減らしてあげる、まあ、2つぐらいあればいいでしょう。こういうふうなね、最終的に2個こういうふうなですね、剪定をしていっています。この辺りはもう剪定終わった後ですね。こんな感じ。もう収穫しだして3年目なんですけども、2.5 メーターぐらいかな。幅はあります。で、高さはそんなにありません。自分の頭よりちょっと高いぐらい。こういった感じの剪定の仕方をしてます。はい、こんな感じ。上に高く伸ばすよりも真ん中をしっかりね開けて横に広げることで真ん中にね光がしっかり当たりますんで、その分内側の方にですねみかんがなるということで、そういうイメージでですね作り上げていってます。だからどれが最終的に種子になるか分かりませんけども、もう木にね完全に任せてしまう。で、剪定でですね、なんて言うんだろうな、形を整えていくようなね感じになっていくと思います。まあ、言うてみればですね、こういってこれが多分種子に なっていくんじゃないかという感じでですね、周りのいらない枝を切ってみたりとか、この辺もここもですね、まだどっちがなるか分かりません。これを立ち上げていくのか、こっちをこうもうこういう風に立ち上げていくのか、まだですね、分かりませんけども、この木の成長次第ですね、どっちの方が大きく育っていくのか、完全に、このみかんの木に合わせて剪定をしていってます。ですので、なんて言うんだろうな、しっかり立ち上げて、
まあ、芽を出させて葉っぱを出させて花をつかせてみかんを収穫することになっていくと作業がね楽だと思うんですけども、この剪定の場合は内側に実がついたり外側に実がついたりしますので、鉄火なんかもねちょっとやりづらいのかなと思いますけども、まあ、収量が上がってくるのであればですね、まあ、それでもいいのかなと思いつつ今こういう風な剪定にしてます。形的には露地みかんの、木の形に近いです。ハウスみかんというのはハウスの中ですので温度が高い、そうなってくるとですね芽がですね芽の間延びして節間がですね結構長くなるような感じではあるんですけども、なるべくそういう芽をね出させないような剪定をして今露地みかんっぽく育ててます。多分分かる人には分かるかな、横に広いの。一見ごちゃごちゃしてるようでですね、しっかり一本一本の枝は光が当たるように風通しがいいように剪定してます。一本一本の枝をですね独立させてます。ごちゃごちゃしたところはない、すべて独立している。結果ですねこれで収量が上がれば問題ないということになるんですけども、本来の結果が分かるのはあと10年後ぐらいになるんじゃないでしょうかね。徐々に徐々に木を作り上げていきます。まあ、剪定前がこれですね。剪定前もう茶畑の茶葉みたい、丸っこいでしょ。こういう感じの剪定していってます。こういうね有用化が落ちた豆葉切り返していったりねしてます。じゃあ入り口にね一番近いこの木を切ってみたいと思います。で左回りにですね剪定は回っていきますので、まず入れるところから入って、でこの木いつもだったらね下の方から回っていくんですけども、この木はそんなに高さもありませんので上も下も両方回っていきたいと思います。で、まあ、こうやって見ていく上でこれはですねこの内側に生えてきます内向枝ですね。これをまず切ります。まずは内側を開けてあげる。これもこの辺から、あら適当に、で邪魔にならない内側に向いてる枝はですね、まあ、少し切り返してあげて取っておきます。これにもですね、みかんはなりますんで、このまましておきます。でちょっと片手でやってるんでやりづらいですけども、こういう風に枝がたくさん、これは3つ出てますけども、これを1個にしてあげる。でこの場合加工紙ですね、加工紙が先についているんでこの枝はこのままですね。加工紙のところからしっかりとした芽が出てきますので、その枝はそのままで、こういう風にですねたくさん枝が何本出てるかな、これ5、6本出てるね。ちょっと減らしてあげます。枝を減らして、上を切り返してあげる。ちょっとこの剪定時間がかかりますけども、まあみかんの玉がねなってなかったんでちょっとしょうがないですね。いらない小さな枝は切っていきます。こんな感じでずっと一周回っていくわけなんですけども、これがまた時間がかかる。
になる方はこのままちょっと視聴を続けてください。これを切り終わったらこの動画は終わります。細かい枝も落としてあげる。基本的にこの時に考えることはいかにいい芽を出すかなんです。いかにいい芽を出すかなんで、いい芽が出るようにこういうふうにね、先が弱いところを残しててもね、ここからひょろっと芽が出るだけでちょっと切り返してあげた方が若干強い芽が出ます。芽は弱すぎてもいけないし強すぎてもいけない。枝数が多いと弱い芽になるんで、ある程度枝数を減らしていきます。これ切ろうかな、どうすかな、これこのまましとくか。完全にここのこっちの枝はですね、この上の方の枝にかぶさってるんで下を切ります。こういうところも下を切っていく、外していく。で、こういうところも下を外す。で、上は切り返し。こういう風な剪定をしていっております。今まで上げてきた剪定とは少し違う。一見ごちゃついてるように見えて、これもね、結構枝が4本あるんで、1,2,3,4、これ2つにします。で、どれを2つにするかというと、どれにしようかな。これまずこれは裏、そしてこれかな、こんな感じですね。よし、ここもなんかいっぱい出てきてますけども、整理します。返し、切りながらこういうところね、こういったところとか下を切る。ここら辺がちょっとごちゃついてます。剪定に集中してたまにカメラがずれますけども、ご了承くださいませ。枝数を減らしてあげる。で、切り返し。こっちは加工紙があるからこのまま。
栄養がもう行きそうにない枝はもう切ってあげる。これなんて、ここから上にこういう風にね、栄養が上っていくんですけども、こっちの下の方はもういりません。これをどうするか。これも切っててもいいかな。よし。本来ならここに花がついてれば、この豆は切らなくてもいいんですよ。加工紙ができてるんで。こんな感じで加工紙が。なってないところは全部豆場になってる。この辺ごちゃついてますね。一個一個整理してあげれば。芽がしっかり出てきますので。よいしょ。片手じゃかなりこういう場合はやりづれえな、これ。ちゃんと映ってないところもあるかもしれない。
あ、空調負荷たまにね、葉っぱを巻き込むんですけども、キュイーンって言ってる。よっしゃ。この辺多いな、まだ。結局枝数が多いと枯れてしまいますので、しっかりと今のうちに栄養の行く方向を作ってあげると。こんな感じで枝数が多いとですね、最終的に枯れますんで、今のうちにある程度決めて置いてあげる、太る枝を。よし。まあちょっと取りながらだったんで、後々手直しが少し必要かと思いますけども、まあこんな感じですね。種子を立てずに、まだどれが、これがですね、これが種子になっていくのか、あっちが種子になっていくのか、まだ今種子候補がね、1本、2本、3本、4本、5本、5本の種子候補が今ありますけども、この後どういう風に育っていくのか。といってもこれ、宿伐樹、あの黄色い印があるでしょう。最終的には、この辺りの木が大きくなったらなくなる木ですけども、まあ、とりあえずこの木をですね、毎年追っていきたいと思います。どういう風な成長をしていくのか。はい、まあこんな感じですね、今回は。はい、最後までご視聴していただきありがとうございました。はい、以上、さつまでした。バイバーイ。パクパク。宿伐樹を。それが宿伐樹でよかったよ。あの辺の枯れたやつは植え替えようかな。